コディバということでちょっとお高そうです。おしゃれなリボンがついてます。開けていこう。これ絶対美味しいやつですね。450円をペロリといきたいと思います。ハッピーバレンタインということで、こんにちは、シエルです。今年もバレンタインの季節がやってきました。私チョコレート大好きなので、今年も私が大好きなチョコレートを買いに行ってきました。ジャンポールエヴァのチョコレートです。今年も結局ジャンポールエヴァになっちゃうのよ。そうそう、バレンタインは自分へのご褒美ということで、自分のために買いに行ってきました。今回はジャンポールエヴァの高級チョコレートを食べていきたいと思います。なんかね、今年から制度が変わったのかな、4粒買わないと箱に入れてもらえないっていうことで、最初透明な袋にね入れてもらってたんだけど、こんな感じでね、可愛い紙袋もありますよって言われたので、こちらに包んでもらいました。ジャンポールエヴァといえば一粒一粒が高いわけ。あ、値段書いてなかった。バレンタインセットみたいのもあるんだけど、私は自分が好きなものをね、一粒一粒選びたいということで、今年もこの中からセレクトしてきました。私はやっぱね、ビター系のチョコが好きなんですよ。開けていこうということで、今年はこちらの3粒を考えに考え抜いて選びましたね。超ご褒美、バレンタイン限定の今年の限定フレーバーのチョコレートを1個買ったんだけど、450円だよ一粒。高い。ハッピーバレンタインということで、日本はさ、女性が男性にチョコレートとかさ、プレゼント渡すじゃん、バレンタインで、ホワイトデーにお返しって感じじゃん。だけど、なんと今年のバレンタインは私モテ期だったからかな、ちょっとたくさんねチョコレートをいただいちゃったの。そちらも今日は一緒に食べていきたいと思います。すごい可愛いよ。じゃあまずこちら、はい、バターサンド。続きましてこちら、サピニエル。そしてまあチョコレートといえばのゴディバ。はい、こちらはね、95周年アニバーサリーアソートメントということで、この大きさに対して3粒しか入ってないってね、ゴディバです。嬉しい。さらにこちらもいただきました、コロコロワッフルキューブショコラ。バレンタインは自分が楽しむイベントなのよ。特に私はね、甘党なのでね、嬉しいですね。というわけでこちらのね、チョコレートたちを開けていきたいと思います。プレスバターサンド詰め合わせ、すごい可愛いおしゃれなスペシャルエディションと書いてあります。ここだよね。シルバーとこちらのホワイト、2種類あるかな。めちゃくちゃ可愛いです。後ほど食べたいと思います。ちょっと英語が呼べません。おしゃれなリボンがついてます。サピニエールというこちら、オープン。あ、食べ物は飛ばしてはいけません。え、どうやって開けるのこれ。え、ほう。え、あら可愛い。はい、さっき飛ばしちゃったからか、ちょっと一個だけ飛び出しちゃってる感じがしますけど、こういうデザインのリゾートホテルに泊まりたいですね。はい、開けていこう。なんか今日の私のお洋服にも合ってるんじゃないかな。こちらはなんかすぐ開きそうなんで、開けてみよう。チョコレートワッフルみたいな。これ絶対美味しいやつですね。はい、じゃあ後ほどいただきます。そしてこちらがゴディバです。開かない。なんか、あ、こうね。はいはい、うわー、ものすごい綺麗だし、あと結構一粒一粒が大きいです。コディバということでちょっとお高そうです。そして食べ応えがすごいありそうなチョコレートの詰め合わせです。そしてこちらがコロコロワッフルチョコレートということで、プレゼントみたいになっててとっても可愛い。こちらはワッフルなのかな。あ、なるほどね。ワッフルのクッキーみたいなものがコロコロとたくさん入ってますね。あ、美味しそうね、食べ出したら止まらなくなりそうな感じですね。こちらがジャンポールエヴァンのチョコレートです。今年は3粒購入しました。シールで綺麗に隠れてる。飛ぼうね、剥がす。あ、やだ、シール剥がして見せようと思ったらこの
シールの破り方、あの真ん中にあるねこのブームっていうチョコレートが今年の季節限定のチョコレートで、フレッシュな酸味が広がる柚子のガナッシュということで、こちらは初めて食べるチョコレートです。でこのお値段がね450円というかなり高級なチョコレートですね。そうやっぱりこういう季節限定のチョコレートはお高い。こちらがジャンポールエヴァンとね書いてあるやつ、トロワオランジュっていう香り高いオレンジ風味のガナッシュのチョコレート。こちらのシンプルなものがカライブというシンプルなビターチョコレートガナッシュということで、これがね一番好きなんです。多分ジャンポールエヴァンのチョコレートの中でも一番人気の定番のチョコレートですね。こういう時だから季節物を買った方がいいんじゃないかって普通思うかもしれないんですけれども、私はやっぱり一番好きなものを選ぶというタイプの人間です。というわけで今日はこちらのジャンポールエヴァも食べていきたいと思います。実食です。はい、このジャンポールエヴァの中からこちらの季節限定のねチョコレート、はあ、ブームっていうロゴがめちゃくちゃずれてるはい、ブームと書いてある柚子風味のガナッシュのチョコレートです。柚子風味ということなのでなかなかないよね。450円をペロリといきたいと思います。周りがミルクチョコレートでコーティングされてて、中が柚子ペーストみたいな感じになってて、すごい柔らかいの中が、だから一瞬で消えました。チョコレートと柑橘系のその組み合わせが私すごい好きなの。あのオランジェットってあるじゃん、オレンジにチョコレートついてるやつ、ああいうのすごい好きなのよ。だから私これめちゃくちゃ好き。だけどなんか450円しっかり味わう前になんかいなくなった。はい、これがジャンポールエヴァンの魔法です。すっごい美味しいね。残り2つはもったいないから取っとくわ。今日のお洋服に合わせた感じのトータルコーディネートが素晴らしいですね。これ絶対美味しいやつだよ。いただきまーす。ゴーフレットのサクサクとクリームがあって、周りはビターチョコがコーティングされてる感じ、甘すぎなくてすごい美味しい。幸せだな。やっぱ私ね家にね常にチョコレート置いときたいタイプなんですよ。バターサンドというのを食べたいと思います。プレスバターサンド、こちらのホワイトの方が多分プレーンで、このプレスバターサンド黒って書いてある方がビターとかそういうチョコレートっぽいのかな。ちょっとこっち食べてみますか。オレオ感っていうのかな。あ、1枚、あ、え、お、これはねバタークリームとチョコレートクリームが入ってます。これを戻しまして食べるんですが、多分ボロボロっていきそうだね。いただきます。うん、うんうんうん、やっぱボロボロいったわ。ビタークッキーって感じ、うん、美味しいけどボロボロしそうだし歯が真っ黒になりそうです。デートの前にはご注意をって感じかな。あ、すごい簡単に焼くじゃん。はい、ではこちらはワッフルクッキーですね。これもクッキーだよね。うん、ショコラって書いてあるけどなんかココアっぽい。美味しいね。では最後このゴディバで締めますか。なんかホワイトチョコレートにするか、なんかこの宇宙みたいな、なんか、あ、びっくりした今、すごい深いね。これはほんと一個一個が、あ、これは浅め、それぞれでしたね。どうしよっか、ホワイトチョコか、この謎のさ、謎の宇宙船みたいのにしてみます。もし私がお店にいたら選ばなさそうなものを食べたいと思います。はい、黄色いけどね。いただきます。美味しい。チーズケーキみたいな、レモンチーズケーキみたいな、ミルクレモンムースだ。周りがミルクチョコレートで酸味のあるレモンクリームって感じ。うん、あ、美味しいね。はい、というわけで今日はバレンタインデーということで、まあ、好きなだけチョコレートを食べちゃおうというね一人バレンタインの動画でした。あのコンビニのチョコもさすごい好きだからさ、まあチョコパイとかも美味しいし、あの家にはね常にチョコレート置いてある状態なんですけど、やっぱこのバレンタインのシーズンはさちょっと高級なチョコレートをさ買ったりとかさ、あと普段食べないものとか食べれたりするので、甘党な私はすごい嬉しいですね。というわけで皆さん素敵なバレンタインデーをお過ごしください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。